なんで私だけ買い出し行かされんだよ。じゃんけんで決めようって言ったやつ絶対許さねえ。はあ、言ったの私だし。ん？今イチゴやって聞こえた？誰だよこんな時に。ごきげんよう。こんな場所で奇遇ですね。それに私のことを覚えていてくれたなんて嬉しいです。おかげさまでバンドの方は順調ですよ。今日も休日なのでメンバーで集まって練習をしていたところなんです。ただ少しお腹が空いてしまったので食べるものを買ってこようと思いまして。そうですね、結果的に私が代表として買い出しに出ているんです。え、不満そうな顔をしていた。まさかそんなはずないですよ。ま、代表として当然の行為というか、だからめんどくせえなんて決して思ったりしてないですよ。ん？ちょっとすみません。げ、霞から。たくなんだよ。あ、サーヤの家のパンが食べたい？はあ、本当なんでもないです。大丈夫ですから。それじゃあ私は買い出しに行く。